はい、どうも、生物担当の田中隆之介です。今回は共通テスト、生物の2022年度追試の第6問の解説をしたいと思います。では、えー、早速本文の方から読んでいきましょう。人の明るさの感じ方は周囲の情報に影響されることがある。例えば、図1の矢印の位置の帯状の領域の濃さは均一であるが、左側はより明るく、右側はより、えー、暗く感じられる。 これはその上下の領域との濃さの違いに影響されたためであり、光が光受容細胞で受容されて生じた信号がそのまま脳に伝えられるのではなく、網膜の中にある神経回路で処理されてから脳に伝えられることに起因しますよっていう話なんですけど、まあ、今ね、あの、これ分かるか分かんないんですけど、この、ね、帯っていうのは実はですね、これ端から端までね、これ同じ濃さなんですね。 しかし、なんかね、左側ほど明るくて、右側ほどね、暗く見えると思うんですけど、ね、それは錯覚なんですと。ね、あの、実は、ま、そのね、背面の色がありますよね。背面っていうか、そのね、上下の色があって、ま、そのね、濃さの違いによって、ね、今、こっちは濃く見えて、こっちは明るく、ね、白っぽく見えますよっていうね、風に、ま、認識されてるんですね。では次。え、他の動物でも、外界の刺激は受容器で受け取られて、電気信号に変換され、 神経回路で処理されることで感覚が生じる。例えば、小さな小眼が,が集合した副眼を持つカブトガニでは、小眼内の光受容細胞が受容した光刺激は、電気信号に変換される。そして、小眼同士を結んだ神経回路によって処理された後に、視神経を介して脳に伝えられますと。で、小眼同士を結んだ神経回路の働きを調べるため、実験位置を行いましたと。 ちょっとね、言ってることは難しそうなんですけど、まあ、ここからね、その実験を読みながらどういうお話なのかって考えていきたいと思います。実験1。カブトガニの副眼を取り出して、小眼 A への光照射に対する視神経 A の興奮を調べた。それぞれの小眼から伸びる視神経は、中枢に向かって興奮を伝えると同時に、隣接する小眼を興奮しにくくするように抑制しますよと。 はい、ということでね、今、各個眼というのは、そのね、視神経、A、は、中枢に向かって興奮を伝えますよ。そして同時に、隣接する個眼を興奮しにくくするように抑制しますよっていうね、2種類のね、信号の送り方があるわけですね。そして、個眼 A のみに様々な強さの光を照射したとき、視神経 A の興奮の頻度を測定したところ、図3の結果が得られた。なお、 ガ眼 A 以外のガ眼を用いても同様の結果が得られましたよと。だからまあ今回のガ眼 A に限らず、ね、そのガ眼 A 以外もガ眼 A と同じような興奮の頻度の示し方をしま,す、えー、しますよっていうことです。はい、そこでね、じゃあまず図を見てみましょうねと。はい、そうすると、例えばね、はい、じゃこのガ眼 A に着目してみますと。で、そこに光を照射すると、まず中枢にね、送られる信号がありますよと。で、また、 その両横の隣接している方にですね、その興奮を抑制する、ね、そういう働きかけが存在するわけですね。まあ、ということで、えー、そのようなね、まず働きを確認しておいてください。でそして、えー、こちら、小眼 A に照射した光の強さっていうお話なんですけど、まあ、それと、視神経 A の興奮の頻度ですね。 それを見てみると、今ここがね、はい、境界になっていて、えー、光の強さが2以下では、ね、その興奮は発生しません。しかし、えー、光の強さが2を超えてくると、ね、興奮の頻度が上昇してきますよっていうのが示されているわけですね。はい。そこで、えー、問いの1番。実験1を踏まえて、小岩 A には一定の強さの光、相対値4を照射しつつ、 えー、さらに、隣接する小眼 B にも光を照射する実験を行いました。で、小眼 B に照射する光の強さを変化させたとき、視神経 A の、ね、視神経 A の興奮の頻度はどのように変化すると予測されるかっていうお話ですで。まずね、先ほどのグラフですが、えー、小眼 A のみに光をね、照射しているとき、えー、そのね、 小眼 A に照射する光の強さを上げていくと、ね、えー、最初はゼロですよ。ね、途中からね、興奮の頻度が上昇していきますよっていうね、グラフでした。で、今回は小眼 A に対して刺激の強さ4の状態をね、4の強さの刺激をずっと与え続けるわけですね。ということは、えー、その時の、はい、えー、興奮の頻度っていうのは、まあたい はい30。30回毎秒ということになりますと。で、今回、小眼 B に照射する光の強さを、まあ、段階的に上げていくわけですね。で、その時の視神経 A の興奮の頻度はどうなりますかと言っているわけです。で、まず今回は、視神経 A の方はですね、その小眼 A に強さ4の、ね、光刺激をずっと与えているわけですね。で、その時っていうのは、 え、視神経 A の方に、視神経 A の興奮の頻度っていうのは、まあずっと30っていうことになるわけです。まあこれはね、小眼 B に照射したね、光の影響を無視したら、ね、ずっと30ですよっていうお話なわけですね。で、今回は、はい、小眼 B の方に0から6のね、その光のね、刺激を与えますよと。で、その時に、まああれですよね、その B から A に対して、興奮を抑制する働きが生じるわけです。 その時、ね、その小岩 B の方でも、基本的には小岩 A と同じ、ね、グラフを示すわけですよね。ということは、今、刺激の強さ、光の強さが2までは、小岩 B は興奮しないわけです。ということは、A に対する抑制作用も働かないよということになります。ね、今、ここには、その B から A への抑制作用をね、ちょっと書いていく感じです。 ま、しかし、あれですよね。え、刺激の強さが3の時は、小眼 B が興奮して、そして小眼 A に、ね、隣え、隣の小眼 A に、そのね、興奮を抑制する働きが生じるわけですね。まあ、その働きの強さを、ま、適当にね、X とか置きたいと思います。で、さらにね、え、強くしていくと、その抑制する作用というのが、ね、え、2倍、3倍、 そして4倍みたいな感じに増えていくわけですね。と、え、いうことは、今ね、この分だけの抑制作用が生じますよということで、視神経 A の興奮の頻度はその分下がりますということになります。で、今、小眼 B に照射する光の強さを強くするほど、視神経 A を抑制するね、ね A 分がどんどんね、増えていきますよっていう感じに、まあ、なりますと。まあ、ただし、ね、え、ここの値が、まあ、0をね、え、下回ることはありませんので、まあ、そこだけね、考えてもらえたらと思います。で、今回ね、その、小眼 B に照射するね、光の強さを強くしていくほど、ね、視神経 A の興奮の頻度はどうなりますかっていう話ですので、え、途中まではずっとね、30ですよ。 で、途中から抑制作用が働いて、視神経 A の興奮の頻度はどんどんね、下がっていくよっていうね、感じになります。で、最後はね、0のところでね、一定っていう感じになります。えー、そうするとね、今途中までは、あれですね、興奮の頻度が30ぐらいで、で、そこから下がっていって、0で一定ですよね。で、それを示しているグラフっていうのは4番になります。では次、問いの2番に行きましょう。 下線部 A に関連して、図4はカブトガニの小岩を結ぶ神経回路の働きを単純化した模式回路である。この模式回路において次の条件1、条件2を設定した。なお、この模式回路では、1列に並んだ小岩に照射した光の強さ、え入力とする。で、や、視神経の興奮の頻度、出力を数値として表していますと。で、条件1。 すべての小眼は直下の視神経を入力と同じ大きさで興奮させますよと。で、小眼条件に、小眼から左右に伸びる神経は、両隣の小眼を興奮しにくくするように抑制する。この抑制の大きさは、小眼への入力の2割の大きさですと。で、これらの条件下では、図4左のように、 一つの小眼のみに100が入力されると直下の視神経が100を出力する。他方、図4右のように全ての小眼に100が入力されると隣接する小眼によって抑制され直下に伸びる視神経の全てが入力の4割減である60を出力しますよと。じゃあこれをね、ズ見ながらですね、どういうことなのか解釈してみたいと思います。 で、まずね、こっちはね、その一つの小眼のみに、えー、100のね、えー、入力を行いました。で、他のね、小眼ね、隣接する小眼が、えー、光に、ね、入力されてないときは、そのまま直下の視神経に100の出力がありますよと言っているわけですね。で、それに対して、はい、今度はね、みんな、ね、そのすべての小眼に、えー、光をね、100の光を入力しています。 じゃあ、その時ですね、えー、一つの股間に着目してみましょうねと。はい、そうすると、ね、今、両隣からね、興奮を抑制する作用があるわけですね。で、それっていうのは、ね、入力したね、刺激の強さの2割ですよと。っていうことは20ですよね。はい、なので、はい、20分減らしますよっていう働きが左からあって、でそしてその働きっていうのは右からもあるわけですね。 まあなので、今、左から20、右から20、抑制作用がありますよ。で、それが、はい、このね、100からね、合計40引いて、そして60になるんですよっていうお話ですね。はい、ということで、このようにですね、両隣からの抑制作用を受けた結果、その分引かれて、排出力の値が決まりますっていうことです。じゃそこで、 はい。図4の模式回路の働きに関する次の文章中のあからうに入る数値、または文として最も適当なものをそれぞれ一つずつ選び、えー、選びましょうと。で、ただし同じものを繰り返し選んでもいいですよと。じゃあ見ていきます。えー、図5のように、小眼 C から H のそれぞれに対して、100、100、100、50、50、50を同時に入力すると、指針形 D から G の出力は60、60、a E、30となりますと。 えそのため、この視神経回路は、小眼 E と小眼 F の間で隣接する小眼の入力の違いをほにゃららするように働きますよと。じゃあ図の方を見てみましょう。はい。で、そうすると、今ね、この左3つの小眼には、ね、100の入力。ね、つまりね、こっち、こっちは、はい。えー、明るい方ですね。えー、明るい方が認識されてますと。で、そっち、それに対して、はい、こっちの方は、 はい、暗い方ですよということで、ね、強い光をね、えー、入力、強い光が入力された小岩、えー、弱い光が入力された小岩とあるわけですね。で、今このね、え、E と F が、そのね、境界のところでね、隣接している、え、小岩ということになります。で、その時に、まずね、小岩 D というのは、え、60の出力がありますよと。まそれはあれでしたね、さっきのお話です。ね、両隣から、 はい、えー。マイナス20分の抑制作用があって、で、100からね、20、20引いて60になっているんですよっていうお話です。はい。じゃあ今度、ね、この小眼 E について考えてみましょうと。はい、そうすると、左の100の2割が抑制作用として、はい、やってきますよ。で、今度、はい、右の小眼というのはね、入力が50なわけですね。その2割っていうのは10ですよね。 なので、右からは、はい、マイナス10の抑制作用があるんですよと。ですので、はい、小眼 E に入力されたね、光が100。で、そこから、マイナス20、マイナス10で、出力される分というのは70となります。なので、A が70です。で、そして、はい、F の方ですね。F の方は左の小眼から100の2割、 はい、なので、マイナス20分の抑制作用があります。で、また、はい、右の小眼からは、はい、50の2割は10です。はい、なので、マイナス10分の抑制作用。ということで、はい、小顔 F に入力されるのは50ですね。でそこから、はい、マイナス20、マイナス10で、えー、答えは、はい、20と。いうことで、ね、いわ、20の出力ということになります。 で、その時に、このね、境界部分のね、ことについて聞かれてるわけですね。で、どういうことがね、聞かれていたかと言ったら、小眼 E と小眼 F の間で隣接する小眼への入力の違いがどうなのかっていうお話で、でそして、それに関する選択肢は、はい、7から0ですとで。相対的に強めているのか、それとも相対的に弱めているのかっていう話ですね。 でそして、明暗の境界をはっきりさせるのか、滑らかにしているのかっていうお話です。はい。でそうするとね、隣接する細胞では、はい、ここのね、出力の違いが、50ですよと。ね。50分違うわけですね。で、それに対して、じゃ隣り合ってない部分はどうですかって言ったら、例えば、はい、ここの60と30というのは境界からちょっと離れてるわけですね。はい、そうすると、 えー、そこの差というのは60と30で、はい、30ですよと。え、つまり、そのね、境界から離れてる時よりも、境界に近いところの方が、そのね、出力の違いが大きいわけですよね。ということは、はい、最後ですね。えー、じゃあ相対的にね、どうなのかって言ったら、もちろんね、えー、強めているわけですよね。強めているんですよと。と で、その分、ね、その明暗の境界がはっきりするんですよということで、最後の空欄には7番の選択肢が入ることになります。えー、ちなみに、あは70でしたので、あは5番。で、いは20でしたので、えー、選択肢2番。で、そしてうが選択肢7番ということになります。はい。ということでね、えー、答えは、あが70でしたので選択肢の5番。で、いが20でしたので選択肢の1番。 でそして、うが、ね、こちらの選択肢7番となります。はい。ということでね、えー、共通テストの2022年、追試のね、解説を一通りしましたが、特にね、追試で出題された問題というのは、それと類似された問題がね、後々出てくることがあるんですね。まあ、結構ね、えー、結構な確率で見かけます。ですので、結構追試にね、手をつけない方いらっしゃるんですけど、ぜひね、追試こそ重視してもらえたらと思います。では、今回は以上となります。お疲れ様でした。 はい。今回も皆さん、授業お疲れ様でした。えー、生物は何と言っても知識が重要ですので、えー、授業を受けた後は、しっかりとね、知識の復習をしてください。また、知識をね、習得する際、ただのね、丸暗記になってしまうと、すぐね、その知識っていうの抜けてしまいますので、きちんとね、理屈を踏まえた上で、えー、知識の習得を心がけてもらえたらと思います。では、今回は以上となります。お疲れ様でした。